高橋中継局は、岡山県高橋市計測山と、あたご山にある、テレビジョン放送と FM ラジオ放送の大規模、中継局である。また、ここでは、同じあたご山に設置されている高橋松山、中継局と、同市立松原小学校正方向地にある、山陽放送ラジオの中継局についても記述する。高橋中継局は、VHFFM が、計測山、 UHF が、あたご山に設置されており、それぞれ放送区域が異なる。また、あたご山に設置されている UHF 局の中でも、計測んの補完として設置されている NHK と RSK は、あたごさんの既存 UHF 局、OK、RNC、KSB より出力が小さく、従って、放送区域も狭い。この中継局の電波法に定める放送区域は、 岡山県高橋市の一部、約6600世帯である。具体的には、高橋市の内城下町の全域と、高倉町大瀬尾長が、落合町近似及び落合町、安倍のいずれも平地部にあたる。この中継局の電波法に定める放送区域は、岡山県高橋市及び、総社市の各一部、約七千七百世帯もしくは、約九千五百世帯である。 標高の高い計測山に置かれていることから UHF 局と比べると、ほぼ炎上に放送区域が広がっており、かつ広範囲に及んでいる。具体的には、国道313号内合橋を中心として、北限を国道180号、旗見付近、南限を国道180号尾袋付近、東限を国道313号成羽橋付近、 西原を国道484号高橋市、木々中央町境付近とする炎上の地域が放送区域にあたる。この中継局の電波法に定める放送区域は、岡山県高橋市の一部、約2500世帯である。上記のうちでは最も放送区域が狭く、具体的には、内山下、小高下町、奥万田町を除く城下町と落合町近似に限られている。 高橋中継局はこの地域、岡山、香川の大規模中継局の中では、最後のデジタル化となった。時期的にはこの地域の中では、小豆島中継局、岡山県内では、笠岡中継局の後になり、この後には、久世中継局、佐抜白鳥中継局などの重要中継局や、小規模中継局が続いた。また、高橋中継局と久世中継局は、 同時開局である。2008年1月23日、中国総合通信局より、地局予定の全放送事業者に、デジタル放送の予備免許が交付され、翌2月中旬から順次試験放送を開始、3月1日に本放送を開始した。アナログ時代は、中継局を設置しなかったテレビ瀬戸内も、地上デジタル放送開始に合わせて設置した。 アナログテレビ放送では UHF 波の送信場所は高橋市街地の東に位置する標高430メートルのあたご山に FM 放送と VHF 波の送信場所は高橋市と総社市の境界に近い標高585メートルの計測山にそれぞれ置かれている。また、計測山で VHF 波を送信しているチャンネルは同時にあたご山からも 同じ高橋市内に UHF 派として電波を出しており、この UHF 局を別に高橋松山中継局といい、高橋市中心部では VHF アンテナを上げなくても UHF アンテナ一本で視聴できるようになっている。デジタルテレビ放送では全局あたご山からの送信となり、アナログテレビ放送廃止後のうたりさんは FM 放送のみが存知している。全局が アナログ UHF 派とデジタル放送を送信している。日本放送協会編、NHK 年間64、日本放送出版協会、1964年、221ページ。日本放送協会総合放送文化、研究所放送誌編集室、NHK 年間68、日本放送出版協会、1968年、242ページ。 日本放送協会総合放送文化研究所放送誌編集室 NHK 年間69日本放送出版協会1969年225ページ日本放送協会総合放送文化研究所放送誌編集室 NHK 年間76日本放送出版協会1976年335ページ A.B. 中国総合通信局、岡山県、高橋及び、癖中継局に、予備免許、総務省、地上デジタルテレビ放送中継局ロードマップ。ありがとうございます。